はい、こんにちは。こんにちは。はい、今回ピンのフィッティングをね、うちの練習場で開催しているんですけども、ピンの凄さを体験してもらおうということで、特にリミティね、はい、もうクラブが年季入ってるっていうか、そうですね、結構クラブに疎いじゃん、はい、クラブってこんぐらい変わるんだよっていうのを今回体験してもらおうっていう動画なんですけど、今回これ伊野さん大事ですよ、フィッティングで、さらにフィッティングで球筋が変わるってことを今回期待しております。はい、じゃあ早速リミティの今使ってるスペックを伊野さんに見ていただいて、はい、じゃあまずドライバーですね。はい、ドライバーこんな感じ、はい、あのすいません、あの他のメーカーなんですけど、はい、エピックご存知ですか、井野さん。エピック、はい、もちろん、はい、あ、他のメーカーのこと知ってんですね。あ、もちろん大丈夫です。はい、アイアンはこれがスリクソンなんですね。545、はい、はい、でウェッジは、はい、クリーブランドですね、はい、っていう感じなんで、はい、これをピンでまとめて素晴らしいセッティングにしていただきたいと、はい、ところで、あの深津さんが退職されてだいぶ経ちますけど、傷は言えますか？退職は、あの、して、あ、まだしてないですか？大丈夫です。あ、そうですか。ツアーで、あ、そうですか。はい、じゃあ、キッティング日本プロ出てました。日本プロシニア出てました。じゃあ深津さん頑張ってくださいね。じゃあもうフィッティングはもう井野さんということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ井野さん、まず何、まずちょっとウェッジで一番こう大事なソール形状、はあ、弊社もいろいろ種類があるので、はい、ちょっとどれがいいかっていうのを。いっぱいあるわけですね、ソール形状が。そうですね、ソール形状で、58度でコース行った時にマックス何ヤード打ちますか？マックス50ぐらい。50ぐらい。じゃあ50ヤードで。はい、どうでしょう、井野さん。今そうしますと、これソールの前側、後ろ側、真ん中、どこをちょっとこう設置してるか見たんですけど、はい、比較的こう真ん中を設置して打ってもらってるので、ははダウンブローすぎず、レベルブローすぎず、はい、打っていただいています。はい、ちなみにめっちゃ苦手な距離とかってありますか？苦手、58度でです。58度で40ヤードぐらい、短い距離30ヤードとか20ヤードは割と大丈 夫、 大丈夫。じゃあちょっと40ヤードぐらいも打ってもらっていいですか？はい、はい、ありがとうございます。これどうですか、今さん。これは、まあ、50ヤードと同じ感じでソールを使われてたので、はい、同じ感じで大丈夫かな。はい、ちょっと短い距離、はい、20ヤードいないぐらいの短い距離もちょっと見させていただいて、はい、全部同じ、大体こう真ん中のところに、はい、これがやっぱりこうフルショットの時はちょっとつくところが違って、短いところは違ってってなってくると、はい、また選ぶグラインドも変わるんですけど、はい、やっぱりこうどの距離でも大体こう同じソールの使い方をされてましたので、はい、このいわゆる真ん中のつきやすい、型が合いやすいソール形状っていうのをちょっと用意。これは結局真ん中につかなきゃダメなんですか？そんなことはないですね。やっぱり前側につく方は、バンスが多いものを使っていただきたいです。逆にこの後ろ側につく方は、ちょっとこうローバンスのもの。リミティは何ですか？は、スタンダードのものですね。いいんですね。一番やっぱり標準のものをまずはベースに使っていただきたいです。はい、まずじゃあこの一番スタンダードのものを打ってもらって、フェースは普段開きますか？そんなに開かない。開かない。どの距離も共通してあんまり開かない。そうですね。はい、ロブショットとかで上げたいとき以外は開かない。今ロブショットで少し上げるっていうところもあったので、今スタンダードを打っていただいたんですけど、はい、ちょっとこう開きやすいように削った H グラインドっていうものをちょっと次は。あ、聞いたことありますよ。試していただきたい。これもかなり人気モデルです、ね。はい、ありがとうございます。わ。すごい。なんかもう構えた置いた時にもうすでにちょっとこう違う感じが、はい、座りも少し変わってきますし、ソール形状に合わせて実はちょっと顔も変えてるので、いい球。打っててどうですか？どっちの方がこう、こっちの方が良さそうな感じですかね。はい、すちょっとじゃあもう一種類、はい、もうなんか変な金具でくる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 やってすぐさばきがすごいすごい慣れですかね。ゆけゆけフィッティングキャラバン隊ですね、はい、今回も。ちなみにゆけゆけの U はあの E じゃなくて U ですか？
湯ですね。それゆけアンパンマンの湯と一緒です。そうですね。それゆけの今度、B グラインドっていう、一応ローバンスなんですけど、ワイドソールで、もちろん開くこともできるんですけど、メインはこうあんまり開かずに使う方。お、いいんじゃないこれ、リミティ。ちょっとこちらも。こんな種類あるんですね。そうですね。初めて知りました。58度は全部で6種類あるので、その中から。すごい。あ、お、なんだ？これがいいかもしれない。良さそうです、はい。フェース開いて打ったりして、はい、ソールが当たりすぎないかとかも。え、当たった感じ、そこ感じるの？感じます。で、なんかちゃんと吸い付いて乗ってくれる感じがあ、出ました。リムティーの吸い付いてる。出ました。吸い付いてる。これ出たら間違いない。間違いない。非常にスピン性能もやっぱりいろんなあのところラフからですとか、あとは特殊なメッキで疎水性のあるメッキを使ってますので。そうなんですか。朝露とか雨が降ってる日も安定してスピンが入ってくれるので、非常にこう朝一の。そうですね、何度も受けてるで。これでいいんですか、ウェッジは。ウェッジはまあ本当はここから来角合わせたり、シャフト合わせたりっていうのがあるんですけど、じゃ省きましょう、ちょっと時間が。で、あとはアプリ、ウェブフィッティング用 の, ウ ェ, のウェブでフィッティングできる。ウェブでフィッティングができまして。どういうことですかそれ。弊社のホームページからも行けるんですけど、はい、あの質問にいくつか答えていただくと、はい、最終的にどのウェッジがおすすめですよっていうのが出てくるんですか。出てきます。それは正確にもちろん出てくるんですか。あ、もちろん出てきます。はい。じゃあこのフィッティング体験がいらないじゃないですか。まあここからこれをベースに、はい、あのフィッティングではウェブの方がいいじゃん。やらせていただきます、はい、これをやって試打会に参加していただけるとより間違いない。あ、間違いないですね、はい、じゃあリミティのウェッジヘッドが一応何でしたっけこれ、58度 B グラインド。 B グラインドに決定いたしました、はい、おめでとうございます、はい、でここからアイアンですね。アイアンの方、はいはい、リミティのヘッドが他社製のスリクソンのだいぶ前のやつです。それはちょっとトラックマンで、はい、キャリー 107.7 度の打ち出し角度が 19.2 度の6080回転ですね。はい、キャリー115の17度の5551回転。さあ、ここをどう変えていきましょう、井野さん。はい、ちょっとじゃあまずシャフトがカーボンの SR です。まずちょっとこのブループリント。あ、出た、ブループリント。のパワースペックっていう少しロフトを立てたもので、ちょっと試していただきたいと。一応今7番アイアンで、本来ブループリント33度なんですけど、31.5 度に。シャフトはすいません、ちょっとブループリント、あのカーボンシャフト入らないので。あ、そうですか。スチールで112が 17.5 度、6252回転、まあ、今のところさほど変わってないです、ね、115、17.7、6600回転、ちょっとだけスピン増えた感はあります。打感とかリミティ、なんか自分のクラブとなんか柔らかい、自分のより柔らかい、柔らかい感じ。この感じとかはちょっと小さすぎるとかあります。くはないですね。構えた感じもそんなに嫌な小ささではない。一応今お使いのアイアンに少し近づけてみたんですけど、はい、ちょっとじゃあ次あの打っていただきたいのは、少しちょっとモデルも変えていきます。120キャリーぐらいいってほしいですね。120キャリーぐらい、はい。ちょっとじゃあまず、I530 アイアン、はい、でこっちはカーボンシャフト対応してますので、はい、シャフトもカーボンシャフトで。音全然違う。116、17.9 で6700回転。ちょっとずつ伸びてきましたね。おお、音がすごい。おっ、いきなり？いきなり124。ちょっとスピンがでも減ってますけど、素晴らしい。いい感じで。ちょっと調整してもいいですか？はい、これはなんかシャフト変えたんですか？シャフトもちょっと軽くしてみました。はい、どうしてもロフト立てるとスピンが減るんですけど、弊社のヘッドしっかり打ち出しもスピンも入るようにはしてます。おお、17度超えの124、はい、距離と高さが両立していたというところですね。これでいいんですか、井野さん。はい、これがベストアイアンで、はい、あとは身長とちょっと腕の長さを測らせていただいて、はいはい、ちょっと来角をアイアンで見させていただきたいなと思うんです。はい、はい、ありがとうございます。身長何センチですか？166です、はい、身長166に、靴の厚み3センチプラスしますので169センチで身長は見てきます。そうするとここの目盛りが
身長のまずラインになってきまして、はい、で今手首から床までの長さを34インチでしたので、ここのラインとここのラインが交わるところ、真ん中ではなくてちょっとヒール側が設置している状態なので、はい、インパクトとしてはちょっとこういう状態になっているので、うん、ちょっとこの真ん中に、はい、あの跡が残る雷郭っていうのをちょっと合わせていきます。お、真ん中に来ました、ついに。はい、真ん中に素晴らしい来ましたので、はい、これ今雷郭、3度フラット、はい、ブラウンっていうカラー、こちらですね、はい、ブラウン、はい、だいたい1度曲げるだけでだいたい3ヤードから4ヤードぐらいは曲がり幅をずらすことができるんで、お、いい球、いいストレートドローって感じ。お、これで軽いドローっていう、 125.9 度出てるし、はい、じゃあ次ドライバーですね。さあ長年使っているエピックフラッシュ164キャリー12度3178回転、ちょっと引っ掛けましたね今のは。こんな感じですね。じゃあ、はい、力の見せ所、はい、最新ですと430典型ですかね。そうですね、典型の方をちょっとまずは試していただきたいと思います。典型はもうあれだから、感染モメント半端でないから曲がらず飛ぶってことは引っ掛けないってことですね。引っ掛けないってことです。それ行かないってことだね。それ行かない左へ。これロフト何度ですか今さん。ロフトは 10.5 度ですね、はい、シャフトは、シャフトはアルター JCP ブラックの SR ですね。 SR 音が全然違う。162キャリー 12.5 度 2800 回転、お、上がってきた、いい球、急に160キャリー 16.1 度。さあここからどう変えていきましょうか。ドライバーも左に行きやすいですが、これはちょっと LST にしてみました。はい、こっちの方が左行かないですか。左は LST の方が行きづらくなります。ほんまや、むしろもうこれじゃない、うん、これでいい。一発目でも決まったんだよ。さすが井野さんです。本当だ、キャリーちょっと伸びて、これいいじゃないですか、うん、もうこれでいいんですか。ちょっともう やりようないんですか。思ってたら、まあ、これですごくいいかもしれないですね。何も言うことない。これシャフトなんですか、一緒ですか。これシャフトは一緒です、さっきの。こんな球筋変わるんだ、ヘッドで。これじゃん、これだ、これだわ。これしかない、これしかない。そうですね、一生これだわ。あ、これっすね、これですね。 G430 の LST の 10.5 度に、はい、シャフトがアルタ JCB ブラックの SR、 長さは 45.75 インチ、はい、ドンピシャきました。距離もマイクラブよりも伸びまして、数値も良くなりまして、球筋が明らかに変わりましたということで、今回撮影なのでだいぶはしょってますけど、はい、かなりちょっとコンパクトに、ね、本当はもうちょっとしっかりとフィッティングするそうですけど、この短時間でこれぐらい変わりましたと。最終的には LST になったんですけど、後から 10K が追加モデルとして発売されて、はい、今いろいろモデルがあるんですけど、やっぱりフィッティングを受けていただいて、はい、10K が一番新しいんですけど、やっぱりこういうふうに今回 LST がいいっていう方、もちろん MAX がいいっていう方もいらっしゃるので、うん、フィッティングを受けてどのモデルがいいか、ぜひあのフィッティングを受けていただく。やるしかないですね。 そうですね、はい、受けていただければ。でも今ドンピシャ期間ね、リミティ、はい、全然違いますね。はい、ということでフィッティングの大切さをリミティ今回学んでくださいということで、このままじゃあ小関君にフィッティングしていただきたいんですけど、はい、お願いします。小関君、あのアプローチイップスになりました。はい、すいません。止まりました。アプローチイップスフィッティングで治りますか。アプローチイップスめっちゃ困ってる。頑張ります。ウェッジ何ヤード、そのコースでマックス58度なんですけど、58度と90いかないぐらい、85とか85ぐらいのその距離を打つ感じで、はい、まず打っていただいていいですか。りました。ちょっと後ろめです ね、これイプスだわ、これが原因。本当です。じゃあ前に後ろに当たる、ちょっとこうなってるんです。いや後ろが悪いわけじゃないので大丈夫です、はい、怖かったです、はい、次ちょっと50ヤードぐらい、はい、やっぱ人によって違うんですね、はい、人によって。そうですね、やっぱり入射角が変わると設置する場所が変わってくるので。今はさっきよりちゃんと当たったっすね、フルショットより。でも後ろ目ですね。今回フィッティングですと、この今後ろについて、はい、後ろ側をこうつけていっているので、
いわゆるこの後ろ側が出っ張ったものじゃなくて、ちょっと削ってるものの方が、はい、打ち方的には相性がいいんじゃない。打ち方はそのままでいいというんです。そうですね。打ち方は悪いままでいいという悪くはないです。悪くないです。悪いでしょ。悪い、まあ、こんなドアだってんだから。やめてください。悪いでしょ。やめてください。さあ、これで30ヤードぐらい。あ、パンチ入ったっす。30ヤードになるとちょっと前の側に。なんかもうこれもう救いようのない、なんかめちゃくちゃ斜めになってる。こんな斜めなんですか。まあ、斜めはあの大丈夫です。そうすると、はい、あのやっぱりちょっと全然違う。後ろ側に何これ？ハーフの形じゃないの？やめてください。ついていくので、イノマジック機関。どこの距離一番苦手ですか？いやもう近ければ近くなる。なんか調整する距離がめちゃくちゃ嫌なんです。はい、どういうミスが出ますか？ざっくり、ざっくりからの刺さり。はい、ざっくりから刺さりからの二度打ちです。二、はい、度打ち。はい。トップ出ますか？トップも出ます。もうオンパレード。そしたらこの後ろ側をちょっと削ってるソールですね。はい。ティーグラインドっていう、はい、ちょっとバウンスは少ないタイプになるんですけど。後ろが削られてると後ろに当たらなくなるから前に来るんですか？そうですね。あの設置面積がもう何ですかね、ちょっと増えるような、やはり今後ろを当てて打ってるので、はい、後ろが出っ張ってるものだとインパクトがこういうちょっとこう点になるような感じですね。なるほど。抜け感とか。はい、もういろんな距離打っていただいて大丈夫です。え、もう悪くないですけど、どうですか？なんかすごい向けは良さそう。なんか良かったですね、はい。まあ、ちょっと怖がってるね、まだね。もうクラブを信じて打ちなさい。そうすれば大丈夫だから。ちょっと怖がってる。見えるよ。バレます？バレる。画面でも見えます。バレるバレる。ああ、ちょっと怖がってるわ。っていうかダフってるわ。バンカーはどうですか？バンカーは飛ばないのが多いです。多い。そんなに苦手な意識はない？苦手な意識はそうですね、うん、そんなにはないですけど、ただバチンって打てるのは多分いけんじゃないですか、ね、こう調整しなきゃいけないのが緩んじゃう、ね、調整系がダメなんで、セッティング面も5258なんですけど、はい、ピッチングと52の間も空きすぎて嫌だしっていう感じですね、今は。なんかじゃあ全部ウェッジにしたいんじゃない？全部2度刻みで入れたいぐらい。14本全部ウェッジ。内訳はそういうことですね。そうすると本数増やしていただくと、なんかそういうの、まあ、結果もう3番ウッドも抜いてるんで1本入れれるんで、はい、でこれどうしましょうと、はい、次じゃあちょっと打っていただきたいのがこのティーグラインドタイプで、はい、真ん中へこんでますね。そうですね、真ん中がへこんでダブルバウンスで、こっち側がローバウンスでこっち側がちょっとハイバウンス気味になってまして、はい、ピンの昔からあるアイツーウェッジを原型としてる、ね、そうですね、ウェッジです。これはどんな効果が出るんですか、このソールだと？これだと例えば、まあ、バンカーの話になってきますと、硬いバンカーでも柔らかいバンカーでも対応がしやすくなりますし、あとちょっとネックが細くなってるので砂中の抵抗がやっぱり少ない。はい、でもちろんあの芝から打つのでも非常に打ちやすいっていう声が多いですね。あ、違い感じます？小杉君、さっきの方が好き。本当、さっきの方が好きってなると、僕が下手だからと思う。ここにこう出てるのがなんかすごいこうトップしそうな気がする。ちょっとじゃあモデル変えてみます、ね。もうやめたらゴルフ。ひどくないですか今日。それが答えです。ひどくないですか。ユーティングの答え。今度この H ぐらい。はい。はい。立派ですね、本当にウェッジ。そうですね。さっきもちょっと打っていただいて。これはどんな効能が来てる？これはティーグラインよりもちょっとこうバンスを増やして、でもかつ開きやすく。はい。もう地面との接地のところが勝負だからね。あ。いい。いいですか。いい。何がいいですか？まず顔いいです。顔いいんで、あの気持ちにちょっと楽です。お、確かに。ちょっと怖がりが減った気がするよ。減ってます？お、もうちょっと短い距離打ってみて。あ、ちょっと怖いかな。いや、けど全然いいスタッフより。普段フェースって開きますか？フェースなんか
ちょっと開いた方が滑るんじゃないかって勝手に思ってるんで、はい、あとなんかまっすぐ構えたら刺さりそうな、はい、気もすげえ問題です。大丈夫です。そしたらやっぱりそれがいいかな。いや見てるとこれですよ、はい、めっちゃいいっす。開いて、これはもう開くこともできますし、えこれじゃないもん、これいいっす、うん、全然いいね。全然いいっす。ミックス感全然ないっすよ。いや、これっすね。はい。これっす。これいいっす。58度の H ぐらい。はい。はいはい、じゃあ、このまま、あの、釣り屋ゴルフさんに行きます。あ、わかりました。釣り屋ゴルフ、はい。これ非常に人気が高い。フェース開くこともできますし、まあ、スクエアに構えてももちろん打つことできます。はい、戸籍インクもしかしたらこれでイップスが軽減もしくは感知するかもしれません。ウェッジに出会いました。そうですね。はい、じゃあ。はい、次最後ドライバー、ドライバー小関君今410使ってますから、典型とかと打ち比べて、はい、まあ、どんぐらい変わるのかっていうのをやってないでしょうね。わかりました、はい、シャフトは何ですかそれ。シャフトあのシャフトはシャフトは新しいやつです。あのノリで買ったやつ。 2.0 ノリでどっかから買ったやつ。 65S ですか。はい、 65S で一応 10.5 を10.5あの 1.5 立ててます。410と2台前ですか。2個前です。そうですね。キャリー212、16.0 度の3881回転、はい、まあ、いいんですか。あら226.7、14.6 度の2923回転、まあこんな感じで、はい、でここに典型を実際に典型、はい、シャフトは一緒で典型です。シャフトは一緒です、はい、ロフトは何ですか。ロフトは9度にしてます。はい、います。ほうほうほう、いきなり中段道まっすぐ、あら、スピン量がなんかいきなり飛距離伸びた、ちょっと伸びた、いきなり伸びた、そうですね、あれ、なんでこんな伸びないんですか。これすごく今いい球、ストレート、そんな距離変わっていいの。シャフト一緒だもんね。シャフト一緒、長さも一緒。長さ一応これ 45.25 ですね。あれ、なんだなんだ、あれ、めちゃくちゃ中段道でいいドローなんだけど、え、思った10余ったっす。なんで、もう一回自分乗ってみて。ここちょっとなんかうさんくさいよこれ。急に一発で10余分そうですね。え、なん、え、長さ一緒っすよね。シャフト一緒で長さも一緒。一緒だ、一緒だ。ヘッドでそんな変わる。いや、あの球でですね、ダフっとるやんけ。全然球つい違うね。228、え、典型って本当に感染モメントどえらいから、そうですね、ああいう右プッシュみたいなのが減ってんのかもしれないですね。やっぱりこう方向性もすごく直進性高い球出やすくなりますし、え、マジか、高打ち出し低スピンでもう一発打って確信に変わるか。典型ってやっぱすごいんだね、こうやって見ると。410が何系なのかわかんないけど、410のこれはスタンダードモデルです。6000ぐらいなのかな、感染モメント。感染もうちょっと高いですね、はい、典型って1万ですよね。典型1万超えてます、はい。おー、236。やっぱこのラインいくっすね、230。今ちょっとこうドロー系の球になってるんですけども、はい、もうちょっと捕まり抑えたいとか、もうちょっと捕まってほしいとか、抑えたいっす、抑えたい、はい、じゃあ試しに、これまた LST を、これも9度ですね、はい、はい、リミティこれ良かったからな、おー、これいい感じ、ストレートフェード、お、一番飛んできてしまった。スピンはちょっと測れなかったですね。これな気がします。こっちの方がやっぱりさっきと一緒でしょ。少し左には行きづらくなるので。典型よりもこっちの方が左行かないですか。行かなくなります、ね、はい。じゃあこれじゃん。これですね。じゃあこれです。はい、これです。じゃあ当然。もう一球とかはないんで。もう一球。まあでも多分ほぼ多分カットだろう。いや、これですね。多分リミッティングのことで動画終わるとか。いやけどこれです、これです。同じ流れにちょっとなっちゃいます。これです。じゃあそうしましたら、イケイケフィッティングキャラバン隊でフィッティング体験していただきましたけど、やっぱ変わるっすね。よかったです、変わって。リミティのウェッジのヘッド何ですか。S159 の58度 B グラインドですね、はい、でアイアンが、アイアンが、I530 アイアンで、ドライバーが、G430 LST、ね、はい、マイクラブよりもやはりいいデータが出てしまいましたと。ということで、小関君のイップス解消に役立ったヘッドは、は、これは S159 の H グラインドで、ヘッドが典型で収まると思いきや、最後の LST が、そうですね、LST が最高飛距離を計測してきたということで、良、はい、かったです、はい、じゃあ
ホセキン君は鶴屋ゴルフで、はいはい、そしてリミティはこれから北海道へゴルフに行きますので詳しくは、YouTube、リミティの YouTube 見ていただいてですね、はい、では湯本さんありがとうございました。ありがとうございました。またお世話になりましたらフィッティングさせてください。ありがとうございました。